はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は新しく知りましたクリーボという自動作曲のシステムをご紹介します。今までこんな便利なものがいつからあったのか確認はしていないんですけれども、 YouTube でこれを使った動画というのが出ています。でも DTM 界隈ではあまり噂にはなっていなかったので、最先端の技術というのをいつもチェックしている僕にとってはとっても遅い発見でした。それはどうしてかと思ったのですが、今 YouTube とかにとてもたくさんの作品というものが出ているわけですけれども、今のところは試験運用的なもので12小節分のものしかできないわけですね。でも基礎的な技術は京都大学のラボがこのプロジェクトを推進しておりまして、とっても優れた AI の活用方法と曲の制作、僕が一番感心したのはかなりいいメロディーができるということですね。でも残念なことに少しプログラムを欲張りしたせいかですね、動画まで自動的にできてですね、そして音声合成までもができるというね、すごすぎるシステムなんですよね。だからそれを皆さん使って、おお自動作曲ができるぞということでですね、ボタンをいくつか押していったら素晴らしい結果が出て動画までできてしまうので、それをそのままアップされてるんですね。とっても言いにくい話なんですけれども、できてる音楽というのが作曲家や DTM をやっている人にとってはこれでいいのかなというような結果の YouTube 動画が何百というほどアップロードされているんですね。ちょっとここの部分は正直残念です。でも本当はそうではないんですが、一つ欠点はですね、歌声合成まで使ってできてしまうがゆえにですね、その合成が若干タイミングがおかしかったりして、基本的な音楽の体を成していないというか、そういう仕上がりに今はなってるんですね。僕は30年以上もシステム開発ということに携わってきましたので、このクリーボというソフトがこのままうまく進化をすればすごい作曲システムになるということが頭の中で想像がついています。ぜひとも頑張っていただきたいと思っているんですけれども、何せちょっとですね、今の現状では難しいですので、僕が音楽家の立場からこのクリーボという作曲システムを DAW に持っていって、そしてどのような音楽が作れるか、これをちょっと実践してみたいと思います。村長のミュージックスタジオ、このシステムはウェブアプリになっていまして、自動作曲を始めるというこのボタンからスタートします。そしてここに歌詞を打ちます。この発想も素晴らしいです。歌詞から曲ができるということです。そして僕がちょっと準備しておきました、このような歌詞を5行分書いています。そしてここで自動かな変換というボタンを押します。するといい具合に小節を区切ってくれて、そしてこの棒線とかがちゃんとついたり、そしてこの記号です、強弱の記号らしいけれども、約束ごとのあるメロディー生成用のひらがな歌詞ができるんです。ここに待ってるとかいうのも、詰まる音はカッコで書いたりとか、そういう風になっています。まあ僕は最終的にはひらがなにもう一度直してシンセサイダー V という歌声合成でやろうと思っていますので、これはあまり重要視はしていません。そしてここで読み仮名を確定とします。すると作曲タイプを選択してくださいということになるんですが、先ほども言いましたように YouTube で公開している作品というのは DTM のことをやってそうな感じの方があまり多くないので、この電自動で作曲というふうなものをやってるんですが、僕が試験的にやってみたところ、これでは音楽の体をなさない
ということが僕の見解ですけれども感じています。必ず曲をデザインして作曲、こちらを選んだ方がいいです。そしてコード進行というのを選べるようになります。今のものは11小節ありまして、ここが試験運用で12小節以上のものは作れなくなっていますけれども、ここでコード進行を選んだりできるようになっています。これを選んでみましょう。そうしましたら次は音楽のキーを選べますので、皆さんに分かりやすいように C メジャーで作ってみます。そしてメロディーのスタイルというのを選択できます。どれかを選んでみましょう。そうしまして次はテンポ、普通というふうになっていますけれども、ここで何 BPM かっていうのはマウスを近づけると分かるようになっています。今はテンポ100というふうになっていますけれども、これでやります。最終的に僕は楽器を変えようと思っていますので、メロディー楽器とかそういうのはどうでもいいんですけれども、今メロディーはサックスというふうになっています。そしてメロディーの生成の設定というのをちょっと選んでみると、このようにいろいろ遊びの度合いとか音域とかこういうこともチェックできるようにうまくなっています。開発された京都大学の方ではですね、ものすごく音楽的なことも考えられて、このメロディー生成の設定というのはとってもよくできています。伴奏のスタイルというのがありまして、ストローク、四部、八部、ミックスというふうになっています。伴奏音源はアコースティックギターというふうになっていますが、これもこのままでやってみましょう。伴奏パターン2はベースでフィンガーベース、そしてドラムのパターン、このようになっていまして、この設定で自動作曲をするというボタンを押します。はい、次はタイトルを求められますので、ここでいくつかテストをしたので、これを7番というふうにしておきます。これで進むというのを選択します。ここで作曲ページに戻るというふうにします。そしてここで生成を押しますと、このようにいくつかの候補ができてくれます。今一番上が選ばれていますが、この時点で視聴ができます。はい、他のも聞いてみましょう。右側に青いバーで進行度合いが出るのもとってもいいですね。今まであった同じような自動作曲のソフト以上にメロディーの品質がとってもいいと思います。またこれらを変えることもできます。ここでメロディーのスタイルというのがあります。これを変えるとメロディーの出方が全く変わってきます。このようにたくさんの候補があります。そして面白いのがヒゲダン風とかあいみょん風とかミスチル風とか、こういうようなものがあります。例えばサザンオールスターズ風とかいうのを選んでみましょう。このようにしまして、もう一度ここで以上の設定で自動作曲をする、これを押し直します。もう一度7と押しておきます。同じのがいけるのかな。ここでまた作曲ページに戻るというふうにします。生成を押します。このようになります。ちょっと聞いてみましょう。はい、確かにサダンオールスターズ風な匂いは感じました。他のも聞いてみましょう。
はい、とってもいいですね。本当にポップスの作品としましては、ちょっと手を加えるだけでとってもいい曲になる。これを感じさせるようなメロディーです。そしてこれで歌声合成と楽譜にアクセスというふうにします。はい。もう一度聞かれるので、ちょっとここはマニュアルを読んでいませんので、8番というのにしておきます。ここで作品ページに進むとします。こうしているうちに30秒から1分待ってくださいということで、生成が始まります。曲自体はもう先ほどのサンプルのようにできているわけですけれども、ここで動画を作ったり、そして楽譜ですね、ミューズスコアと連携したりしながら生成をしています。この時間は本来ここをスキップできるようにしておくのも一つだと思います。はい、このぐらいの時間でできるわけです。パソコンの能力にも関係するのかな。先ほど9というのは自分が作品を最初に作った時の番号、その番号にしておくのがいいようです。ちょっと聞いてみましょう。まずは僕が残念に思っている合成歌声版というのを鳴らしてみます。街の明かり消えたのに窓には雪散らり、これはですね、まあ、譜割りの問題もあります。ですけれども、やはりですね、これでは作曲を研究している人、もしくはいわゆる DTMer というんでしょうか。そういう人はですね、ああ、これを使いたいなとはもう感じないはずです。ここはやっぱりプロジェクトの方にもよく理解してほしいです。この歌声合成というのは、このままではクリーボの評価が落ちてしまいます。ですからここはしばらくはもっとはっきり実験的というふうに作っておかないとですね、 DTM をやってる人がほとんどこれを使って作品を出していない一番の理由だと思います。でもインストゥルメント版を聞いてみてください。これなら使いたいなと思うと思います。これであれば歌声をはめてやればとってもいいようになるんではないかなと思います。このようにしまして、ここで評価というのにチェックを入れたらですね、素晴らしいのはこんな風に譜面まで出るわけです。そしてですね、動画がテロップ入りでできるわけです。ここも素晴らしいですよね。この歌声合成にはシンシーというんでしょうか。これとですね、楽譜表示にはミュージスコアを使っていますというふうに書いています。ここらの技術提携もとっても素晴らしい連携をしていると思うんですが、この動画自身は先ほどの歌声入りですので、できているのはいいんですけれども、クオリティが低すぎると思います。このようにしまして、作品のデータのダウンロードというのがありますので、これでダウンロードをします。そうすると ZIP ファイルで保存ができるようになります。はい、保存ができましたらこれを解凍しましょう。解凍したデータにはリードミーテキストとプロジェクトというのがありまして、そのホルダーの中身を見ると作品番号が表示されます。この作品番号を見ましたら、先ほどの動画の MP4、これらができていますし、僕の今の目的はこの MIDI ファイルですね。これを読み込むことになります。では、これを読み込んでみましょう。ここに Studio One という DAW があります。ファイルから開くというふうにしますと、MIDI ファイルが読み込めます。
ダウンロードホルダーの中のプロジェクト、これを選んでいきまして、この MIDI ファイルを読み込みます。開きます。スタジオ1の場合はこのようにジェネラル MIDI のサウンドを読み込みますかということですので、はいとします。他の DAW でもほぼ同じような動作がされると思います。このようにファイルが読み込まれました。11小節分のデータとして来ています。これにはアルトサックスと、そしてギター、ベース、ドラム、このように4つのファイルができています。まずは何もしないこのままで鳴らしてみましょう。今はプロジェクト自身が実験的な12小節まで限定ということですので、これはしょうがないことでしょう。そうしまして、まあこのアルトサックスはいいでしょう。ちょっとギターを変えてみたいと思います。この音のままではやはりクオリティに課題を残すと思います。音源を入れ替えてみましょう。ユージャムのスパークルという音源に入れ替えてみます。ちょっと聞きながらどんな感じがいいかループをしてやってみましょう。これだけをソロにしておきます。はい、今やりました。なかなかいい音なんですが、ダメです。どうしてかというと、気になってるのはオクターブが高いかもわかりませんね。でもこれをあまり下げるとですね、下の領域に入ってしまいますね。皆さんもこのように同じような苦労があると思うんですが、これはどうしたらいいか。コードというのは別にドミソであってもミソドであっても何でもいいわけです。ですから、そうですね、この領域だけをオクターブ下げます。このようにした方が領域がいいところに来るはずです。これも応用ですので、皆さんもしっかり覚えておいてください。はい、いい感じですね。ではこれでギターができました。次はベースです。ベースの音を聞いてみましょう。はい、ちょっとルート音だけを弾いたような状態になっています。これを解消するのはどうしたらいいか。これもよく覚えておいてください。まずはここからコードを検出しましょう。コードトラックを出します。先ほどのギターと、そしてこのベースですね、これをこのようにコードトラックに同時に入れます。これでコードが検出されたわけです。そうしましたら、これを一旦ですね、 MIDI のトラック、ここに入れます。そうするとこれでコードができたわけです。このようにしまして、イージーベースに弾かせてみましょう。イージーベースを入れます。これがイージーベースというベースソフトです。この今書き出されたMIDIですね。このMIDIをファイルというタブを開けまして、デスクトップ、ここにちょっとこのMIDIファイルを入れましょう。その時にはこれを結合しておきます。スタジオ1の場合は G のキーで結合ができます。そうしまして、これをデスクトップに引っ張っていくわけですけれども、ここで話すとですね、MIDI のファイルができるわけです。今、カントリーギターMIDIというのでしたから、これですね。そうしましたら、この Easy Bass にこれをそのまま引っ張ってきましょう。このようにコード進行と MIDI レーターがここに来ました。ここで Replace MIDI と、いうふうにしましてですね、ちょっと違うフレーズ、先ほどは単純すぎましたので他のフレーズを選んでみましょう。お
ーソドックスですけれども、これでちょっと動きが出たと思いますので、これを入れ替えてみます。これで一応できました。もっともっと皆さんは自分の好きなフレーズが出てくるまでいろいろ探すといいと思います。 Easy Bass の方では全体の曲調からベースラインを提案させるということもできますが、今日のところはこの程度にしておきます。次はドラムです。ドラムの音はどうでしょう。はい、これも純正のソフトでは悪くないですけれども、少し入れ替えをしてみます。そうですね、この VD ディープというのを使ってみましょう。フレーズはこのままスタンダードMIDIですので、ちゃんとなると思います。これで鳴らしてみましょう。はい、ちょっと音を変えてみます。はい、こんな感じでいいと思います。フレーズを変えてもいいんですけれども、今日はせっかく作ってくれたこのクリーボのデータを活用しましょう。先ほどここにコードができていますよね。このコードを活用しましょう。ここにはピアノがありません。ですからこれまたユージャムのピアニストに弾かせてみましょう。これでどんなフレーズがいいかちょっとやってみます。はい、クワタ風というふうにやっていますので、これなんかいいですね。はい、ちょっと低音を抑えます。ベースがあるのでこのようにすると低域が少し減ります。はい、高域をちょっとキラッとさせます。これでピアノ伴奏ができました。ちょっとこの時点で聞いてみましょう。ミックスのバランスを取りながらループさせます。はい、ギターがちょっと派手すぎますのでギターを変えてみますね。ちょっとワウをかけてみます。この程度ならいいでしょう。そしてメロディーを追加します。こんな感じです。ここにシンセサイダー V で歌声を入れてみましょう。そうしましたら少し画面を戻します。歌詞のページに行きまして5行の歌詞をコピーします。そしてこのプロジェクトで出したひらがなではなくってですね、ひらがなの専用サイト、ここにですね、ひらがなに変換ツールというのがあります。
同じようなことができるわけですけれども、ここで文章を貼り付けまして、そしてひらがなに変換します。このデータを今コピーしました。そうしまして、これをシンセサイダー V に歌わせたいわけです。今回は細かいことはやりません。まあほとんど文字数は合ってると思うんですが、すべてのデータを選択しまして、コントロール L で歌詞入力モードになりました。これで先ほどのひらがなを貼り付けます。そして確定をします。歌声は女性の歌声で選択してみたいと思いますので、さっき AI これを選択します。ちょっとふわりは悪いかもわかりませんが、これで音を聞いてみましょう。最後の言葉がシリケトンボのようになりましたが、これは少し直せばいいでしょう。メロディーを若干変えるというのもいいと思います。これを聞いて皆さんはどう思ったか分かりませんが、どんな作曲できない方もこのソフトで楽しめるという部分ではとっても革新的だと思いますし、歌詞から曲ができるというのは素晴らしいことだと思うんですけれども、あまりにもそれで作品が完成品のような形で公開されてしまうとですね、このソフトがこんな風にしかできないのかという風な錯覚にも陥ってしまうように感じるんですね。やはりこういうソフトは今後クオリティが上がってくるはずですけれども、今出てきた AI 技術で他の歌声合成ソフト会社もしのぎを削っている中で、今音のタイミングが悪くなるような音声ではですね、 DTM をやっている人には、もしくは作曲を本格的にやりたい人には使ってもらうのが難しいと思います。でも今聞いていただいたように、基礎的な部分は十分だと思いますし、これからこの12小節が制限が緩和されてですね、使えるようになれば素晴らしい自動作曲ツールになるんではないかと期待しています。今日はクリーボという自動作曲ソフトをスタジオを経営している僕からですね、どんな風に可能性があるかという提案動画を作らせていただきました。ぜひとも頑張っていいソフトウェアに仕上がってくれることを期待しています。村長スタジオでした。